です。お疲れ様です。今日は今どこや現場本社ですね1万人いたの。で俺ね、りょうたもさ YouTuber って来てさ、ね、YouTuber 職人って来てさ、ちょっとなんか俺らちょっとパチンやん。そうね、まだインパクトが、ね、ね、なんかね、爪痕残せないじゃん。ね、一瞬輝いてさ、そうですね、ちょ、もう作業者になったな。それやばくないですか。そう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 。え、これ塗るんですか。一応、まあ怒られても大丈夫なの。水性とか、そう、取れる。いや、油性でしょ。夢ロックで。僕ら、あの、大好きな塗料で。逆に、喜ぶと思うけどね、社長。わぁ、ようやってくれたな。大丈夫だよ。大丈夫ですか。ほんとちょっと怖いですけど。大丈夫ですか、ほんとに。大丈夫。いけます絶対喜ぶんですよ。ね。はい。まあ、怒るかも。いや。視聴率稼げば、でもいけそうですね。てか、許可取りに行ったら大丈夫ですか。社長ですよ。許可取りに行きますよ。いや、行った。今やってるんで、ちょっと許可だけ持ってきます、はい、社長に。はい、お疲れです。お疲れです。お疲れです。カメラ回し、そうですね、カメラ回します。何カメラ回ってる。今日はドッキリ。違う、ドッキリではない。違う、違うんですよ。ただ今日は1万人超えたね。1万人超えた。昨日超えたんだよね。違うよね。そういう企画。そうです。でもすごいです。そんなことはお前1万人は夜やれよ。夜やろ、夜の10万人。いや、もう結構重大な企画組んでる。はい。現場も。まさか今日ニットついてねえよね。はい。ニットついてねえよね。まさか。まさかついてるんだわ。まさかね。いや、つくよ。とにかくそのカメラ説明しましたね。今日ドッキリ、ドッキリじゃないです。本当に今日社長の、まあ僕も思ったんですよ。1万人行っていろんなことあるの、社長経営者じゃないですか。うん、で僕らが普段経験できなかったり、視聴者さんが分からんこととかを、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じで、ドキュメンタリー、社長の1日に密着してみたとか、なんかやってるんですかね、社長の。ああ、そういうこと。いや、伸びんでしょ。いや、乗りますよ一日密着、まあ、ドキュメンタリーみたいな。そうですよ。だけど俺見せれんのが多いからな。逆に美味しいですね、じゃあ。懲りながら回ったよ。ずーっとモザイクかもしれない。あなた喋ってることあるのかな。企業人も。まあなるほど。まあ例えばどういうことをやってる。まあ例えば社長、まあ、そういう企画組んでいこうとは一緒。そうですね、日程組んで、例えば社長がこの時間どことか行くよって言ったら、僕らも現場開けてくるとか。あ、今日は1日で撮るとかじゃなくて、はい、いっぱいいるじゃないですか、職人もコメンテーターみたいな感じで、セミナーとかでよく言う人の教育とかやっぱないのかな、うん、だからそういうのはなんか動画にできる、ドキュメンタリーとかなんか見とる人も面白いのか、はい、どうでしょうか。あ、面白いかもしれない。経営者ってさ、なんか別になんかお金持ってる人みたいな感覚があるけど、何が大変だよ、仕事は死んじゃう、確かに。まさかの夜までウォンだよ、はい、作業しようとペンギン塗ってるわけじゃないし、お客さんとこ行って見積もりしようとかないけど、はい、実際のじゃあ経営者の仕事って何かみたいなのは、なんか伝えれると思う。夜のセミナーに繋がってくるから。それに行きましょう。なんか俺、新入社見てるから何も聞いていかないでしょ。いや、もう逆転だよ。俺らの考えることよ。すごいなと思って、社長すげえなと思って、されてるね。すごいなと思ったら、今上原さん、もう分かるね。絶対なんかね、絶対とるだろ、これ。違う任せてよ、もう。仕事ができる人、自分よりできる人もだっておるわけじゃん。究極的にはですね、自分より仕事できる人を使えんと、使うっていうのは失礼だけど、好きになってもらえるような努力をしようとさ、はい、だって足場のスペシャリスト、塗装のスペシャリスト、シーリングのスペシャリスト、営業のスペシャリストの会社おるわけじゃん、はい、ね。この話聞きたくないのか。いや、全然聞きたいです。どこだろう。ドキュメンタリー撮るって言われて、なんか俺ちょっと帰り始めたら、そうですね、反応薄いと思って。なんかあるの、そういうなんかあるの、企画としては。そういうなんか考えてたことある。まあ大雑把にそういう感じですけど、どうやって変わってきたのか。僕も元入って間もないで、うん、間もないでも3年ぐらいですけど、うん、変わったじゃないですか。すごい、僕が来た時本社はこんな感じでなかったんで。ああ、そうだね。まあ、来た時がもうそれ、ここに塗料になったよね。そう、倉庫があって、うん、あ、そうそう、ここ塗料置き場だった。ここがです、半分だ、半分塗料置き場で半分事務所だった。じゃあそういうの知りたいじゃないですか、どういうふうに変わってきたのか。だってもともとが、うん、その本社の色も、うん、なんか
壁がオレンジだったりとか、もう作業者もそうです。ああ、オレンジだし、うん、ね、T シャツもポロシャツか、今これ白でさ、はい、これデザインしたんですよね、うん、これないですか、かっこよく。昔はオレンジだった。で、大仏なの。あ、そうそう、大仏だった、ね、大仏でしたね。そうそうそう、だから事務所記念にした時に株式会社がライブにした時結構大きかったんだね。そうですよ、オレンジ、オレンジ、オレンジだったね、メインカラーで。車部分が残ってるじゃん。お、俺もそうです。今、今違うじゃん、カラーが。そうですよね、なんか、かわいい猫ちゃんの絵で、あれ確か動画でも説明したって言ってましたね、一回ね、リリちゃんがやってたよね、トビのショーのドッキリかなんかで車が撮るよね、確かに。ちょっとこれ、あのニューバージョン最近ね、まだまだこのだけしかないの。だから逆になんか今オレンジだけちょっと残ってるじゃないですか。うんうん。だから車なんていうんですかね、統一感出したりしないですか。今着てるラッピングのやつは、うん、オレンジは塗装してありますよね。うん。逆にその今あるラッピングの車体は、うん、塗装してないじゃないですか。ああ、まあで白とかシルバーとか最初の色そのまま貼ってるでしょ。あれなんか塗りたいなとかないですか。うん、いや何色か悩んでんだわ。それでまあなんか塗りたい、まず塗りたい感じですか。色が決まれば、あ、まあ色はね、変えたいって感じですよ。そうですね、目立つ色がいいな。あ、うん、カラフルにしたりとか、カラフルなんか今のパンチないですもんね、気持ち悪いぐらい白とかね。そうそうそう、気持ち悪いぐらい。例えばもう何屋の車みたいな、何屋の車いいんじゃないですか。何屋の車ぐらいでいいんじゃないですか。例えば、例えば、例えば扉とポネットの色が違うとか。ああ、レーシングカーみたいなとか、なんていうんですか。まあ、そういうの面白いかもしれないね。白、黒とかじゃなくて、緑とか。普通にね。緑じゃないですか。そうですね。あんな面白いかもしれない、緑とか。わからんけど、まあ、イメージがつかない。緑、緑いいね。緑いいよね。いや、まあ見てみたいですけどね。そしたら、事故とかも減ると思うんですよ。ん、逆に。あー、緑警報とか。変な色とかにしたら、宣伝にもなりますし、事故が多いのがでも問題だよね。だいぶ減ったけど。っていうかハイエース事故っとるやん。ハイエースね。いくらだった修理費、はい、ハイエース修理費いくらでしたっけ。すいませんでした。いくらだったもう一回手、もう一回手やって、やって。これ以上です。30? 以上です。うーわ、ちょっと止めていいか。ちょ止めたらもう止めちゃダメ。俺が営業行くっていうのはあんまりないけど、やっぱ影響を受ける人と会ってるよな。一生懸命やってる人と会って、こういう風に社員と接したらいいんじゃないかとか、ああいう風にしたらいいんじゃないかとか。聞けよ。一生懸命話してるよ。なるほど、そういうことする。そう、うん、だね、そうなるほど。全然テンション上がってない。テンション上がってない。ガツくわ。そう、だから特命企画みたいなのある。そう、考えてきますから、もうちょっと深めに。なんかあるね、なんかチラチラ見るんで、なんかそういう、もう撮りたいのがあるね、あるんですけど、またもうちょっと構成ね。まあ、何、今日はいいの。もう今日はこれで、はい、全然もう撮れたからね。そうそう、撮れたでね。もう撮れた。重要なとこ撮れたしね、ちゃんと。で、次、で、どこから撮った。次、来週。来週とかで。はい、プライベート。プライベートことか。まあ、それまた、連絡しますね、これから。決めといた方がいいし。日にちですか。いや、日にちもそうだし、内容とかも大体決めたもんじゃん。送信で言っても組みづらいでしょ。そうですけど、ちょっとね、僕らも、逆に僕らも一応企画なので、ちょっとそうですね、ちょっとおしゃれしゃべらしおしゃれしゃべらし。僕らもまだ現場とかもあるんで、慣れたらもうこっちでまた連絡する形で行こうか。あ、まあ、内容とか決めてもいいでしょ。内容、もうそれまでにじゃあちょっと、ちょっと、そうですね、もうちゃんと内容だけちょっと決めておきたいな。まだもうお手連絡しますまた。はい。ちょっとなんで決めとこうよ。俺もそう、なんか頼みたいとかあるじゃん。なんかライブしてるじゃん。大体送られします。また連絡します。はい。お疲れ様です。ペース。またでも内容とかまた連絡入れようとして。はい。もう本当止まんないんですよ。はい。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ペース。お疲れ様です。今連絡して。はいはい。お疲れ様です。お疲れ様です。東京に。はい。本当に長いですわ、話が社長いつも。長いですよね。はい。見送られてこれ。
いいや、喜ぶし、まあ、許可を取ったっすね。はい、ちゃんと許可取りましたんで、はい、社長許可取ったよーって言って、派手にしていいって言ったんで、そうそうそう、どんなんでいいんだ、セルフですよね、しかもそう、ただですよね、そうそうそう、条件は満たしとるっすからね、大事だから、やってきますんで、はい、行きましょう、行きましょう。じゃあちょっと養生だけしていきます。いる養生、まあ、一応形しときます。まだ一応走れる方がいいですかね、これ行動を走れる状態の方がいいですね。走れ、うん、状態の方がいいですね。何色がいいと思うんですか。何色がいいですかね。気持ち悪くしません、これめちゃくちゃ気持ち悪くにするか。赤色で塗ってどうですか。なんかあれなんですよ、この間ここに、ついてる、あーお料理でしょうか、これ。社長この間切っちゃったの。そうそうそう。優勝終わりましたね。終わりましたね。そう、晴れてきたしね。もう塗装日和やね。うん、あとは塗るだけっす。そうっす。で、テーマが決まったんですよ。テーマは、はい、です。社長がやばい、ちょっと弁締めてくる。そうで、ね、しかも夢ロックでね、大丈夫ですか。これ結構いい色ですよ。いい色じゃないですか。いい色ですね。4歳ですね。これ絶対俺気に入ると思います。なって、しかも目立つ、宣伝にもなる、子供にも人気、しかも真っ赤ですよ、これ真っ赤っすよ、本当に真っ赤っかっすね。ないっすよ、はい、しかもいけるってかっこよくなる、絶対。そう、結構養生ちゃんとやった。割とちゃんとやった。全部ベースだったね。そう、怒られるわけがない、だって自分で言ったんだもん。そう、まあ派手がいい、派手がいい、あの言ったっすね、事故りにくいね。確かに。じゃあ、あとはやめたって。そうそう、じゃあもう塗っていきますんで、はい、お願いします。お願いします。楽しい。終わったね。やっと終わりました。3時間ぐらい。俺に任せとけ。じゃあもう行くしかないですね。そうそう、楽だって。大丈夫ですか、本当に。何も濡れって言ってないじゃん。